ドルルルルルオー。はい、こちらトロットファンへ来てます。今そのタイに出会いたいことが一個あってんやんか。ほう。タイのタイ人今日も電車でも見たけどさ、男前だとね、超いいやん。まあ、だから俺タイで髪の毛切りたいと思います。タイで髪の毛切りたいと思います。ほう。なんでって日本で切りに行ったら高いやん。今までの 前振り的なタイの男前っていう、タイ男前多いから、うん、おしゃれな人多いやん。うんうん、タイで聞いてもらったらおしゃれな方だったかな。うんうん、違う、その5秒前、日本で行ったら高いで、ここで行く理由は安い。うん、もう買ってるやん。え、いや男前が多いから。いやでも変わってもない、それも理由の一つやから。あー、なるほどね。もう一応大きい理由やで、行きたい店決まってんの。バーッと歩いて、うん、1個見つけたから、うん、行きましょうか。またどっかで聞いた言い方。切られてる感じはタイで、タイ人の美容室行って、お任せでやってもらうとこんな感じになります。ちょっとタイ人に近づいてある。
正直で感想言っていい？あのプロジェクト L ジャッキーチェンジャッキーから映ってるジャッキーからって思った。タイ人じゃなくてジャッキー寄りになってしまった。ジャッキー寄りになってな、爽やかなジャッキー寄りになる。パーマ当てたらまあまだパーマな今回はあるじゃないんで、皆さんもタイに来た際はぜひ買いたらとかいうやつでジャッキー買ったり、ジャッキー買ったりしましょう。じゃあこれで本日は終了です。お疲れでした。お疲れでした。トイレ鏡あったっけ？あら